はい、本日は、10月かな、もう入りましたね。ちょっと肌寒いですね、半ばですけどもね。じゃあ本日はもう明石海峡を向かってますね。今日は海ぶた平間かな、ということでね、明石海峡の方、今日は橋側の方で、誘導してくれましたね、船長ね。こんな風に、車窓はすごい綺麗でございます。まだオランダのように大きなあんな風車はないですがね、こんな感じで、まあ結構でかい風車ですけどね、まあ、明石海峡を望みながら、明石海峡近郊で本日は釣りになりますね。これね、すごい、素晴らしい景色です。潮流が早いんでね、イルカもいたんですけど取れずじまいでしたね。本日はショートとなりますね。明石海峡、この景色が一番釣ってる時気持ちいいですよね。ここも通われるところだよということでね、あの明石の橋の下、あそこもよく釣れるんですけどね、この辺でもどこでも釣れますけどね、まあ、あの何年か通ってるとね、大体ね、あの船長の朝聞いたら教えてくれますけどね、まあ、あの適当に、まあ、こうやって回ってね、どちら回っても気持ちいいですけどね、明石海峡ね、まあ、あの大阪湾の中になるとね、コンビナードなどがありね、煙がちょっと多かったりとかしてね、景色的には工場を見てるかなって感じですけどね。この明石海峡を食うとね、非常に自然が綺麗なんですよ。で、淡路島がひょっこりひょうたん島と言ってね、あのこんな感じで明石海峡こんな知ってるけど、ひょっこりひょうたん島、これね、あの間に挟んだところ、非常に潮流がきついでございます。まあ、こんな感じでね、非常にビューでございますよ。はい、ではね、タイラマのビッグネクタイね、つけてね、針はあんまり長いのをつけず垂らすとね、ビッグネクタイに絡みまくってね、釣れなくなりますんでね、ビッグネクタイに合う、ちゃんとした針をつけてやりましょうね。では、ここのタイラマね、漁船、あの誘導船ね、結構釣らしてくれますんでね、通うと便利だよ。自然とまたね、行かなくても行きたくなりますわ、ここの海峡はね。はい、バス船かな、これなんか遊覧船みたいなのも走ってますね。はい、ちょうど明石海峡の下です。非常に潮流が速いです。はい、では、お魚を取りに、ね、船置き場まで来なきゃいけないです。これね、ビニールだったんでね、クーラーは持って、釣りしないでね、ビニール袋が邪魔になるので釣りまでね、なんでたくさん釣っておられました。ということで、本日は天然マダイ40アップ1匹と30前後の合計2匹釣らせてもらいました。バラシ結構ありますんでね、チャンスを逃さず。ではまた。